科学において、グリコシド結合とは、炭水化物分子と別の有機化合物とが脱水縮合して形成する共有結合である。具体的に、グリコシド結合とは、担当のヘミアセタールとアルコールなどの有機化合物のヒドロキシ元との間の結合である。文献では、網の元、または他の含む窒素元と等との結合もグリコシド結合としばしば呼ばれる。 例えば、ヌクレオシドの糖塩基結合をグリコシド結合としている文献が存在する。糖と糖以外の有機化合物とがグリコシド結合した物質は排糖体またはグリコシドと呼ばれる。グルコースとエタノールによるエチルグリコシドへの脱水縮合炭水化物のヘミアセタールは反応性であり、酸の存在で容易にグリコシド結合を形成する。 これは一分子の水を放出する縮合反応である。グリコシド結合は比較的安定な結合である。水溶液中の担当は、砂状構造、または環状構造の状態で存在しており、それらは容易に相互変換する。二種の構造の中でアノメリック炭素を持ち、グリコシド結合を作ることができるのは感情構造の方である。グリコシド結合すると糖は、 サジ構造を取ることができなくなる。アデノシンは RNA の構成要素の一つで、リボースがアデニンの窒素原子に N グリコシド結合した構造をしている。糖のアノメリック炭素が、イオー原子と結合したものは S グリコシド結合、窒素原子と結合したものは N グリコシド結合と呼ぶが IUPAC では、奨励していない。戦術のグリコシド結合は、 これらのグリコシド結合と区別して、O グリコシド結合と呼ばれることがある。N グリコシド結合を含む物質は、グリコシルアミンとして知られる。また、糖とアグリコンとが共有結合した C グリコシド結合もある。この結合は、加水分解に対する耐性を持つ。アルファグルコースベータグルコース一般に、グリコシド結合は、 アルファグリコシド結合とベータグリコシド結合に区別され、1、4、6の番号はグリコシド結合をしている炭素を識別する。2等、多等に分子の等がグリコシド結合すると2等を形成する。例えば、ガラクトースとグルコースがベータマイナス1、4グリコシド結合して、ラクトースが形成する。さらに、より多くの単糖がグリコシド結合すると、 デンプンやグリコーゲン、セルロース、キチンのような多糖を形成する。単糖の環状構造単位は硬いが、グリコシド結合は、多糖分子に柔軟性を与え、折りたたまれることができるようになる。アンドレイグシャルバウアー1974など、ありがとうございます。